ホテルレバリーへようこそ。ご用件を伺ってもよろしいでしょうか。俺たちは請求列車の七死人だ。チェックインしたいんだが。請求列車ですが、それなら以前。ああ、仲間たちは先にチェックインを済ませている。俺の名前はタンコ。ホテルのシステムに俺の個人情報があるはずだ。かしこまりました。ですが、お連れの方々はチェックインされる際にお客様の予定が変わって宿泊できなくなったとおっしゃっていましたが。また予定が変わったんだっつーの。こちらのお客様は？俺は請求列車に乗ったばっかの新人七死人。名前はパムだ。こいつは俺の仲間だ。俺たちがファミリーの招待に返事をしたのはこいつが列車に乗る前だったから、システムに記録はないと思うんだが、なんとか融通を聞かせられないか。ああ、そういえば先にチェックインされた七死人の方々の中に同じような状況の方がいらっしゃいました。最近は開拓の運命に足を踏み入れる方が増えているようですね。前例がありますので原則的には問題ないかと思います。今お連れの方にご連絡させていただきますね。申し訳ありません。請求列車の方々と連絡が取れないようです。連絡が取れないというのはどういう意味だ？申し訳ないのですが、私もこのようなことは初めてでして。システムによると請求列車の方々はまだ無境の中にいらっしゃるようですが。だったら部屋番号教えてくれ。俺ら二人で行ってみるから。恐れ入りますが、お二人の身元を確認させていただいた後でないとお客様の個人情報をお伝えすることはできません。じゃあ、あんたが適当なやつを選んでベルトでいいか。あいつを強制的に目覚めさせりゃいいだろう。そちらも致しかねます。強制覚醒には厳格な使用規定がありますので、勝手に操作することはできないのです。あれもダメ、これもダメって。あんた一体どうしたいんだ？俺と兄弟にここで座り込んでろってのか？どうか落ち着いてください。お二人の身元を確認するためにもお連れ様と連絡を取る必要があるのです。だが今は先に俺たちの身元を確認しないと、俺たちの仲間に連絡することもできないんじゃないか？確かに、おっしゃる通りですね。ったくベイビーが。これ以上お役所仕事のたらい回しみたいな真似はやめろ。いいか、嬢ちゃん。別にあんたを責めてるわけじゃねえが、できんなら今すぐやれ、できねえならできるやつを呼んでこい。いいな？お客様、お怒りをお収めください。あの時はオーク家の当主であるサンデー様が自ら処理してくださったのです。少々お待ちください。すぐに連絡いたしますから。彼女は俺たちを困らせようとしているわけじゃない。本当にどうすればいいかわからないんだ。まずいかもしんねえな。さっき列車の中であんたも試してたが、奴らから一向に返信がねえ。俺は気になることがあるから少しここを離れる。お前はここであの女性を待っていてくれ。行け、さっさと済ませて帰ってこい。もうすぐ調和セレモニーが始まるね。楽しみだな。よー、あんたらも調和セレモニーに参加しに来たのか？ううん、僕はたまたま居合わせただけ。実際セレモニーが何なのかよく分かってないんだ。なんだか賑やかそうだけど。ふっ、この程度アナンリアでは別に珍しくもないわ。お父様が私のために開いてくれた誕生日パーティーはこの調和セレモニーにだって負けてないんだから。嘘だ、調和セレモニーは一個白期に一度のお祭りなんだから、君の誕生日パーティーなんか比べ物になるもんか。そいつはどうかな。
彼女の誕生日が一琥珀期に一度だって可能性もあるだろ。まあそんな話は置いといて、聞いたか、夢の中で事件が起きたって話。あんたら何か知ってるか。事件？何のこと？まさか調和セレモニーを邪魔するつもり？やめてよ、ずっと楽しみにしてたんだから。何慌ててるんだか。いい？こういう大型イベントの前っていうのはね、多少は噂が流れるものなの。心配するのはやめなさい。もし本当に何かあったなら、私たちよりファミリーが焦ってるはずでしょ。ああ、その通りだな。俺もこの祭りを盛り上げるためにわざわざ駆けつけたんだ。何かあっちゃ困るってもんさ。このベイビーたちは何も知らねえのか。くだらねえ話を続ける必要はねえな。こんにちは。私はホテルのセキュリティを担当してるハウンド家のコティよ。何かお役に立てることはある？よ、ちょっといいか。夢の中で調和セレモニーに影響が出るかもしれない何かが起きたって聞いたんだが、何があったんだ？俺はわざわざハイアイ連邦から来たんだ。無駄足を踏むなんざごめんだぜ。え？何も聞いてねえのか。どこで聞いたのか知らないけど、そんな噂は信じないで。ハウンド家の一員として保証するわ。調和セレモニーは全て順調にいってるってね。各クランの当面の最優先事項は調和セレモニーを予定通りに開幕させること。今回は夢の主も第一線に出てくるから安心して。絶対に無駄足を踏ませたりしないわ。そう言ってくれんなら安心だ。嘘をついてる感じじゃねえな。つまりホテルの従業員すら知らねえってことか。帰ってきたか。彼女はまだ戻ってこないのか。ああ、あの女にサンデーへの連絡を任せたのは失敗だったかもな。従業員も客も夢の中の状況を何も知らねえらしい。どこまで行っても浮かれまくった光景ばかりだ。俺に言わせりゃ、これは決していい傾向じゃねえ。ああ、それにおかしなこともある。ピノコニーを治める五大クランの中で、オーク家は議会の主催者であり、夢の内外全ての管理、調整の責任者でもある。だが、ホテルを一回りしてきたが、こんな大事な日だというのに、その重要なクランの人間と一人も会わなかったんだ。ホーリースイート、俺の記憶違いじゃなけりゃサンデーはオーク家の当主じゃなかったか。ここに長居しても仕方がない。ひとまず列車に戻ろう。そう焦んなって兄弟。カンパニーとやり合ったことはあるが、いきなり走り出して逃げたりしたらすぐに街で一番目立つやつになっちまうぜ。おとなしく待っていろというのか。別におとなしくする必要はないが、とにかく今は待った方がいい。ファミリーが何か企んでても俺ら二人が来ることは予想できねえ。奴らにとっちゃ俺らこそが不確定要素なんだ。奴らも警察に手出しはしてこねえだろ。俺らが余計な騒ぎを起こしたくないように、奴らも無関係な人間を驚かせたくはないはずだからな。見たか、このホテルもカンパニーの犬が見張ってやがる。俺がファミリーなら手続きを理由に不確定要素をここに留まらせる。わざわざ彼らの罠に飛び込む必要はない。もちろん奴らと一緒に時間を無駄にする必要はねえよ。実はメモキーパーに予備プランを伝えておいたんだ。もし本当に無境に入れなかったら、そいつが現実のホテルのVIPルームに酒を一本用意してくれる。それは合言葉か。そうだ。確かにメモキーパーとは物を介して連絡を取ることができるが、ブートヒル、
これからは予備プランがあるときは先に教えてくれ。悪いとは思っちゃいるが、これが俺の習慣なんだ。俺には悪友が何人かいるんだが、予備プランがあるなんて言ったら全員それ前提で動いて必ず何かやらかしちまう。そうなったらいくら予備プランがあっても足りねえからな。あんたがここのコンシェルジュだな。ええ、そうですが、何かご用でしょうか。俺らは請求列車の七し人だ。チェックインを頼んだんだが、ずっとほっとかれてよ。フロントのお嬢さんは責任者に連絡するっつってそのままいなくなっちまった。俺ら兄弟はここで待ちぼうけ食らわされて、水も飲めなきゃ飯も食える。ベイビー、これがファミリーのおもてなしなのか。おい、お前の都政の知恵は言いがかりをつけることなのか。これは正当な権利の獲得ってやつさ。お二人ともご安心ください。経緯は全て伺っておりますが、まずはサンデー様と連絡を取る必要があるのです。ひとまずVIPルームのバーにご案内いたしますので、そちらでおくつろぎいただきながらお待ちください。ほら、いけただろ。次から七死人を名乗るのはやめてくれ。ようこそ。ずいぶん勇ましい客だな。よう兄さん、ここでアスデナのホワイトオークを一本予約しといたんだが、探してもらえるか。アスデナのホワイトオーク？記憶違いじゃないか。ここにそんな酒はないぞ。そんなはずはねえ。もう一度よく思い出してみてくれ。そんな高い酒を誰かが予約してたら俺は絶対に忘れないさ。なんせ一本で何十万信用ポイントする酒だ。万が一割ったりなくしたりしたら俺には弁償できないからな。おかしいな、あのメモキーパーはまさか金がなくて買えなかったのか。どうする。まあいい、とりあえず何杯か飲もうぜ。俺が早く来すぎたせいであの女が間に合わなかっただけかもしんねえからな。どれどれ、どんなシングルモルトジュースがあるんだ。ゲヘダ40年ストレートで頼む。そいつはドリンクメニューで一番高いやつだ。君相当の通だな。おごりなら飲まなきゃ損だからな。君は何にする。何でもいい、お前に任せる。なら今日のスペシャルドリンク、ガラスビレッジにしよう。クラシックスラーダに爆発レモン果汁を加えた、口当たり爽やかで君のクールな雰囲気にも合った一品だ。ちょっと待っててくれ。この濃厚な黒色火薬で焼いた肉に火山が水素水をぶっかけた味、まったく最高だぜ。さすが銀河系で最高のシェリーダル熟成モルトジュースだ。黒色火薬で焼いた肉に火酸化水素水をぶっかけた味、それは本当に人間がうまいと感じる味なのか。こいつ全然わかってねえな。二人とも満足してくれたようだな。それじゃごゆっくり。反システム時間待って、あのメモキーパーが現れなかったら他の方法を考えよう。今は現状整理するのにうってつけの時間だ。あんたから見て問題はどこにあると思う。状況は確かに不透明だ。宴の星で何かあったのは間違いないが、なぜか一般人はそれを認識していない。おそらくファミリーの権力者が事態を隠蔽しているんだろう。そもそも調和が他の派閥を招待するというのが普通じゃない。カンパニーや愚者に加え虚無の指令が来ているというお前の話が本当なら、ピノコニーの現在の状況は少し複雑すぎる。黄泉に関しては他にも気になることがある。あんたも知ってるだろうが、巡視を信仰する派閥は銀河の中で最も危ない連中だ。
少しでも頭が回るやつなら先週同盟や巡回レンジャーの名を語ったりしない。それは死を求める行為だからな。先週にはこういう言葉があるだろう。帝宮はただ光の矢を持ってそいつをリンチする。リンジ、それをリンジとする、だ。知ってんならそれでいい。とにかく巡回レンジャーは長い間姿を消してるが、その実この宇宙をずっと影から見張ってきたんだ。大抵のベイビーはアナイアライトギャングにちょっかいは出してもレンジャーを怒らせるような真似はしねえ。だがあのヨミってやつは、少なくともあいつがしたことを考えるとイカれてるとは思えねえ。むしろ理屈と筋は通ってる。どこで手を引いてどこで踏み込むかわきまえてるんだろうな。そんな人物が巡回レンジャーの名を借りているのは別の目的があるからだと思っているんだな。そう断定したわけじゃねえが、なんか引っかかるんだよな。マジで巡回レンジャーに知り合いがいるのか、なんか別の理由で俺らを引っ張り出してえのか、それはわかんねえけど。俺はやはりファミリーの異変が気になる。この祭りのために十数種類の運命の鉱人がピノコニーに集められた。いくらファミリーが寛容だとしても普通ならこんなことはしないだろう。あの招待状が彼らの出したものでないなら別だが、こんな状態でもファミリーが調和セレモニーの開催を止めないのは非合理的だ。全部調和のシペの指示なのかもしんねえな。あんたは非合理的だって言うが、それはあくまで人間の尺度で考えたらの話だ。人間ってのは本能的な衝動でバカをやったり、自分の利益が関わると原則を捨てたり、信じちゃなんねえもんを信じたりする。それどころかベイビー、人間は自分で決めたばっかのルールすら破ったりするもんだぜ。だがアイオンならそんなことはしねえ。ただ最初に決めた道をひたすら突き進む。壁にぶち当たっても方向を変えたりしねえんだ。この事件の背後にはシペの意志が働いていると思うか。そうとは限らねえが、超常的な意志が働いてるのは間違いねえだろうな。だが俺は別に悲観してるわけじゃねえぞ兄弟。人間の自由意志が信用できるもんなら巡回レンジャーは何のために存在する。全部アイオンと運命のせいだと思えばことはそんなに難しくねえ。ランが永遠に遵守の道を行くのも、アキビリがいなくても列車が快諾の道を走り続け決して脱線しないのも同じことだ。だが俺はアキビリの消失は祖が七死人のために残した貴重な遺産だと思っている。それは絶対的に正しい指導者を失ったことで、七死人たちは自分の選択に責任を負わなきゃいけなくなったからか。ああ、俺の旅の意味は絶対的に正しい道を歩むことではなく、数えきれないほどの道の中から自分の限られた知識と判断でできるだけ自分に合った道を選ぶことだと思うんだ。あんたが何を経験してきたのかは知らねえが、人間は自分に責任を負わなきゃならねえって点には賛成するぜ。誰も代わりになんかなっちゃくれねえからな。だからこそ巡回レンジャーは絶対にあの偽物を探し出して、あいつが何をする気なのか突き止めなきゃなんねえんだ。万が一あのメモキーパーが現れなかったら俺に予備プランがある。これが最後の一つだ。お前の予備プランは一体いくつあるんだ。俺本当はあんま回りくどいの得意じゃねえんだよな。いつものやり方ができるならもう少し楽なんだが。タンコ、あんたホテルを一周したって言ってたが、身分の高そうな客とかそういう集団は見かけなかったか。何を考えている。決まってんだろ、
こっそり何人か縛って人質にすりゃあとはどうとでもなる。ファミリーとの交渉もそいつらの身分も語って。ダメだ、今すぐ列車に戻るぞ。なんでだよ、ビビってんのか兄弟。その槍は飾りか。今こそ度胸を見せる時だろうが。二人とももう行くのか。じゃあ今さっき注文したアスデナのホワイトオークはキャンセルでいいな。ああ、アスデナのホワイトオーク、あんたさっきはないって。二人とも少し酔ってるみたいだな。たった30秒前にアスデナのホワイトオークを注文したばかりじゃないか。どうやらお前のメモキーパーの友人が来たようだぞ。ああ、そうだ、俺擬態を改造しすぎて忘れっぽくなっちまったんだった。見せてくれベイビー。マジでアステナのホワイトオークじゃねえか。ん？なんか書いてある。請求列車で待ってるわ。彼女からのメッセージで間違いなさそうだな。おそらく俺たちが一緒にいることもホテルが安全ではないことも知っていたから、人目を避けられる場所に移動したんだろう。結局大回りして請求列車に逆戻りかよ。おい、グズグズしてねえでさっさと行くぞ。あ、帰ってきたか。ついさっき乗ってきた二人の客がブートヒルを探してると言っておったぞ。今はラウンジで待ってもらっておる。おお、ちょうどいいタイミングだな。二人？彼女じゃ。請求列車はどんな乗客も歓迎するが、どいつもこいつもこっそり忍び込んできよって。お前らさすがに堂々としすぎではないか。ごめんなさい車掌さん、失礼をお詫びするわ。ガーデンの人間には慣れていると思ってしまって。今ピノコニーの情勢はとても複雑で、信頼できるのは七死人の皆さんだけなの。お前が例のメモキーパーか。はじめまして炭鉱さん。とは言っても私は他の人の記憶の中で会ったことがあるけど。そしてブートヒルさん、あなたとも実際に会うのは初めてね。アスデナのホワイトオークは気に入ってもらえたかしら。まったく、ずいぶん手に入れにくいお酒を注文してくれたわ。そんなことより、よくも探し回らせてくれたなメモキーパー。早速だが、知ってることを洗いざらい話してもらうぜ。もちろん。でもその前に自己紹介させてちょうだい。私はブラックスワン、ガーデンオブリコレクションのメモキーパーよ。そしてこちらのヨミさんについては彼女自身に話してもらった方がいいでしょう。はじめまして、ヨミだ。はあ？ホーリーベイビー、おいガーデンの俺を裏切ったな。誤解しないでくれ、これは私が頼んだことなんだ。訳あってピノコニーから追放されてしまって、このメモキーパーが一緒に来てくれたおかげで密かにファミリーの支配から抜け出すことができた。実際には一緒に来たんじゃなくて尾行してたのよね。やり方も決して密かにとは。まあそう思っているならそれでいいわ。私は彼女にファミリーの目の届かない場所へ連れて行くこと、そして信頼できる人へ連絡するよう頼んだ。つまりあなたたちだ。信頼？おい可愛い子ちゃん、あんたは俺をアホか間抜けだと思ってんのか？だとしても
まずはあんたのどてっぱらにいくつか穴開けて、何が入ってんのか確かめさせてくれ。それから信頼について話そうぜ。その必要はない。あなたが知りたいことは全て教える。だがそれは今じゃない。私の正体がバレていなければもう少し時間があったかもしれないが、今はこうするしかないんだ。しかない？何がしかないだ？こうすることでしか私はあなたたちの安全を保証できない。頼む。請求列車は今すぐ跳躍してアスデナ星系を離れてほしい。ああ。それはどういう。私の見立てでは彼女に悪意はない。本当のことを言っているわ。タンコ、私はあなたの仲間にしばらく同行したことがあって、彼らがどこにいるかも知っている。七死人たちは無事だ。それは信じてほしい。だが同時に彼らは私たちの助けを必要としている。ブートヒル、もう気づいていると思うが、私はあなたを待っていた。巡回レンジャーの行方は定かではなく、お互いの交流もほとんどない。だからこんな方法でしかあなたたちと連絡が取れなかったんだ。どうか許してくれ。こうしなければ本物の巡回レンジャーに会うことはできなかった。そしてこうしなければ私は長年の約束を果たすことができなかったんだ。彼の遺品を元の持ち主に返すという約束を。ある人は言った。全ての雨は天が世界に与える慈悲であると。雨は神の涙であり、人の世の悲しみに呼応して流れる。それがまだ降っているということは、神々はまだこの世界への希望を失っていないということだ。だからこの雨はどのくらい続いている？かつては私も君と同じように、いつかそれが止むことを願っていた。そして数年、数十年が経ち、ついにこの雨よりも先に希望が終わりを迎えてしまった。どうやら君の言う神は存在しないようだ。さて、私の方からも一つ昔話をさせてもらおう。凡人が運命の道を歩むというのは、小舟に乗って水面を渡るようなものだ。曲がりくねった跡を残しながら、可能性という名の無数の波紋を広げていく。一瞬にして過ぎ去る人間の一生に比べ、こうした波はいつまでも消えることはない。そして中にはその存在の痕跡が強烈すぎて、その一筋の波に自分の影を残してしまう者もいる。あの海面の影のよう。血在霊、運命の荒人の執念、それはイックスの影から生まれ、自らを当事者だと思い込み、無意識に個人の生前の行いを繰り返す。
それは虚無から生まれ虚無へと向かい無意味な生涯を送る。だがそんな虚しい幻影の群れもかつては私の大事な仲間であり巡回レンジャーの一員だった。あなたはあれを見守っているのか。見守る？いいや、私はあいつらをあの世へ送っているんだ。あれは悲惨な戦争であり宇宙を揺るがした大討伐だった。宇宙は絶滅大群チューラの死を目撃したが、その代償は実際に経験した人間を除いてそれを覚えている者はいないだろう。純種の意志は命が尽きても消えることはない。だから誰かがその魂を導いてやらなければならないのだ。彼らは皆生前は英雄だった。死後に虚無の傀儡になり下がるべきではない。そして私もあの戦場で多くを失い二度と旅に出られなくなった。だからこそその役目に最もふさわしい人間になったのだ。だがあなたはこれらの血材霊が結局彼らではないことを知っている。君から見ればこの行いに意味はないか。しかし意味はなくともやらなければならないことはある。私も手伝おう。何のために？虚無の意味、それは私の求めていることでもある。そうだな、常人ならこの地に足を踏み入れることもないだろう。ありがとう、見知らぬ者よ。旅の途中でその答えが見つかることを祈っている。その前にもう一つ聞きたいことがある。確かに血材霊の行い、そしてその一生は私たちの視点で見れば意味がない。だがもしこれが死者たちの望んだ結果だとしたら、私たちはそれを変えるべきなんだろうか。いい質問だ。そしてそれに答えるのは難しい。少なくとも私はその答えを知らない。ただ分かっているのは、いつかは私もこの世を去るということだ。その時には私の墓前にも花を手向けてくれる人がいることを心から願う。